鷹の目ジュラキュールミホークの協力を得た麦わら白ひげ連合は、黒ひげ連合の拠点があるという砂漠の島へと上陸した。そこへ海軍本部にとどまっていたスモーカーの部下から連絡が入る。潜入捜査中の CP9 諜報部員より島内で小規模の戦闘が発生しているとの情報が報告されているという。黒ひげ連合と戦っている者とは誰なのか。見て、あれクロコダイルじゃない？黒ひげの奴らと戦ってるのってワニだったのか。ワニ小僧、こんなとこで何してやがんだ。で、戦ってる相手はおめえらわかるか？多分 CP9 と元バロックワークス、ワニの部下だったやつだ。ってことは敵の親玉は随分華奢な小娘じゃねえか。ロビン？さんがあっちとこっちに。ルカどもがばらけちまったみてえだな。何かくだらねえ策でも使いやがったが。あの二人、うまく騙して誘い出したようだ。あとは私が片付ける。ワニ小僧の部下どもに加勢してやれ。助けりゃワニ小僧の救援に向かうだろうぜ。Yeah!
まともに話もできねえな。 アチシは マネの実の能力者。 ザコちゃんたちを騙すな。楽勝だったわよ。 私は君の実の能力者。お前らの仕業だ。 どうなるかも忘れちまったらしいな。甘く見ないことだがね。誰に言ったらそんなに死にてえか。
戦なら手貸すぜ。海賊には海賊の話の通し方があるだろう。俺は弱えやつとは組まねえよ。力ずくで来いってことかよ。上等じゃねえか。おい、ワニ小僧をねじ伏せてやんな。海賊としての筋を通されちゃ仕方ねえ。だが忘れるな、あくまで一時的な教頭だ。先のことは後でゆっくり話そうじゃねえか。まずはさっさとこの場を片付けちまおうぜ。先に封じちまえばいいんだろう。
ってきたか。サーブルス。動けん。今だ、やっちまえ。見ぬ強き者よ、この剣を越えた先に何を望むのだ。もとより助けなど無用ながら礼は言おう。あなたたち、私を倒しに来たのは、アゴムの相手になってあげる。ああ、ぶっ倒してやる、ロビン。それでお前を連れ戻すんだ。アゴムの何を言っている。覚悟しろ。私は敵よ、覚悟なさい。ロビン、待って、行っちゃダメよ。ダメー。お前ら、わしはまだ負けとらんぞ。かく、ここまでだ。恥の上塗りはやめておけ。あ、なんだあの小僧は。
海賊の王者は一人で十分だ。はて、ここはどこじゃ。お前らもマッドダイヤルで正気を失っていたんだ。CP9 にあるまじき失態だな。面目ない。で、CP9 はこれからどう動くつもりだ。政府より黒ひげ連合の常時監視を命じられている。俺たちは与えられた任務を全うするだけだ。なら当面の敵は同じってわけだが。残念だが、貴様らに協力する気はないぞ。だろうな。ワニ小僧、おめえも黒ひげ連合とは敵なんだろう。このまま一緒に来る気はねえか。行くわけねえだろ。海賊同士で仲良しごっこをしてえなら勝手にやってろ。くーはー、そうはいかなしべりよ、クラコボーイ。てめえ、何しに現れた。麦わら白ひげ連合の活躍を聞いてきたのよ。こんな異常な女性を傍観してられないじゃない。クラコボーイ、バナータだって黒ひげの躍進を面白くないと思っちゃぶるでしょ。だからなんだ。必要なのは黒ひげに対抗し得る勢力。バナータがいればかなりの戦力強化になるわ。俺を利用しようってのか。死にてえかてめえ。ボス、落ち着いて考えてほしいがね。今のままではいずれ黒ひげに飲まれて。使えねえカスが偉そうに意見すんじゃねえよ。俺が黒ひげより弱えとでも言いてえのか。バナータがいくら強くても自制には逆らえない。いずれ黒ひげに操られるわ。その屈辱に耐えられる。とにかく今は黒ひげを倒さなきゃ。遠からず世界は最悪の状態におっちゃぶるわよ。一致団結して当たらなきゃ奇跡は絶対に起こせない。いいだろう。だが黒ひげの首を取るまでだ。話はついたみてえだな。じゃあとっとと先に進もうじゃねえか。